皆さんこんにちは。英文シーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。まずはこちらの画像をご覧ください。これは実は私の心臓の造影撮影した画像なんですけども、この部分ですね、これ冠動脈の一番太い部分なんですけど、ご覧の通り血管が詰まってます。で、私実はですね、2018年の2月に急性心筋梗塞になりまして、危ない状況だったんです。で、今回この撮影をするちょっと前まで入院してたんですけど、ここにまだ傷跡というか、またちょっと心臓に不具合が出まして、入院してカテーテル検査、そして治療をやってきました。今回は何の動画かというとですね、私の動画をご覧になっていただいている年代の方、一番多いのはやっぱり私と同世代で50代、40代から60代の方が一番多いんですけど、もし自分の体に不調が出たらすぐに病院に行っていただきたいと、という話なんです。で、今からお話しする内容は、私のように急性心筋梗塞を体験した人でないとわからない内容だと思いますので、一体どういう症状が出るのか、その心筋梗塞もしくは狭心症から、まあ要は心筋梗塞になったわけですけど、狭心症になる前兆は一体どんな感じかというのをお話ししたいと思います。遡ると1ヶ月前です。1ヶ月前から体に不調が出てきました。まず一つ目なんですけど、背中が痛くなったんですね。で、場所で言うと肩甲骨のあたりです。だから本当に脊髄のあたりじゃなくて肩甲骨のあたりが痛くなって、その痛みがですね、嫌な痛みなんですね。肩が凝った時とか筋肉痛とかじゃないです。何かこう神経的な痛みですね。で、うちの妻にマッサージしてもらったり、湿布を貼ったりしたんですけど、全く良くなりません。で、その背中の痛みの後に何がやってきたかというと、肩こりです。場所で言うとですね、この部分じゃなくて、首のあたりですかね。首のあたりが、やたら痛くなったんですね。まあ、肩こりプラス痛みっていう感じですかね。おかしいなと思って、まあその時、筋トレやったりもしてたんです。で、それもあれかなと思って、ちょっと運動を休もうと思ったりして、まあ実際休んだんですけど、それがずーっと1週間2週間ぐらい毎日です、ずーっと痛かったんです。全然良くならないです。そしてオペをやる2週間前、オペをやる2週間前になったら、今度は別の症状が出てきました。で、どういう症状かというと、50メートル歩いただけで息苦しいんです。息苦しいっていうのは、例えばそのマラソンとかやった時に、短距離ではそうでもないですけど、私もいろいろこう運動やってきたんで、この本当にもう長い距離走った時に息苦しくなると思います。まさに、あれです。ただそれが、たかだか50メートル歩いたぐらいでそれが出るんですよね。で、100メートルとか150メートル歩くと、本当にちょっと座らないとダメなレベルになったんです。これはおかしいなと。で、私ちょうどその時に50歳を過ぎてたので、50になるとこんなになっちゃうのかなと思ったんです。まあ老化したのかなと思って、50でこれじゃちょっとまずいだろうとは思ったんですけど、さすがに病院に行ったんです。私のかかりつけの病院があるので、そこに、まあ町医者なんですけど、町医者に行ってですね、病院に行って先生にその状況を全部お話ししたんです。そしたら先生が、まずいなと、血液検査もやったんですけど、コレステロールの値がちょっと良くない、あと症状も良くないんで、すぐに循環器内科に行ってきなと、まあそういう話があったので、まあ本当は
今考えるとそこで行っちゃえばよかったんです。ただちょっとし、仕事も忙しいし、なかなか時間もなかったので、そのそこからもうあれですよね、日に日に状況が悪くなったというか、でいよいよそのオペをやる前日の話なんですけど、知り合いの車屋さんに、車の整備に行くのに、まあその車屋さんに行ったんです。でそこでちょっとタイヤ交換やったり、その車屋さんの社長が知り合いなので一緒にやってたんです。で外したタイヤを取り付けて、でタイヤを転がしてたんです。その時にバリバリバリってなったんです、胸が。で私一瞬こう胸を見たんです、自分の、えっていう感じで、何かがこう刺さったような感じですよね。わっと思ったらば、あの本当うーって言ったんです、私自分でもはっきり覚えてるんですけど、うーって言ったら、その瞬間呼吸がピタッと止まっちゃったんです。止まったというか呼吸ができなくなったんです。自分でもちろん呼吸はやろうとは思ってたんですよ。ところがピッと止まったんです。でそのまま座り込んで、そしたらその社長がその様子を見てて、走ってきてくれて、私の背中をですね叩きながらも、大丈夫かとこう何回かこうバン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 やってくれたんです。そしたらスッと元に戻ったんですね。で社長の話だともう顔が真っ青だったらしいので、もう救急車すぐ呼ぶかっていうことになったんですけど、まあちょっと胸痛くなったぐらいで救急車は大げさかなと思ったんで、まあそれはちょっとお断りをしてですね、作業はそこでやめて家に戻ったんです。で戻って妻にその話をして、そしたらもうまずいよと、もうすぐ病院に行こうっていう話になったんで、もうその段階でも夕方になってたんです、確か夕方ぐらいだったので、もう明日行こうかっていうことで、一応その行く予定だった病院にはその旨を話したんです。病院の方でも実はその時に看護師さん代わってくれたんです。まずいと、状況が良くないのですぐに病院に行ってって言われたです。だからまあ明日の朝、とりあえず明日の朝行くんでっていうことで予約を取ってもらってです、で翌日朝一番で家を出て病院に着いて、でその病院の駐車場から病院まで100メートルぐらいなんですけど、車をまあ止めて、駐車場に止めて病院まで歩いて行きました。でももう目の前病院だよっていうあたりで、またその前日に起きたそのバリバリバリっていうのが、ここに雷がバチーンって落ちたような、そんな感じですよね、イメージ的には。今まで私が生きてきた中で、まあいろんなその怪我したりしたんですけど、あれちょっとあの時の痛みっていうのは今までない痛みでしたね。全然比較にならないです。この辺だから、オートバイで転んで打ったとか、あとバイクで転んで骨折ったってのもあるんですけど、もう全然比較にならないです。あんなレベルじゃないです。そのぐらいもう胸が痛くて、で病院の入り口でそれが起きて、もう歩けなくなったんですね。ただその本能的にこれはまずいなと思ったんです。私このままこの場所で多分絶命するんじゃないかと思って、とりあえずここはまずいと思って病院の中で倒れようと思ったんです。だからもう必死に病院まで、うちの、妻も一緒にいたんですけど、もう病院の入り口まで行って、そして受付のところでいよいよもう体が動かなくなっちゃったんです。看護師さんとかもすぐ来てくれて、車椅子とか持ってきて、でそのまま、緊急処置室みたいなところに入ったんですよ。で点滴すぐ打って、何か薬を入れたんですよね。そしたら点滴打ったらもうスッと症状が良くなって、まあ、先生もすぐ、来てくれて、でその間にいろんな検査をやったんですけど、まあ、先生からちょっとお話があるということで話を聞いたらですね、まあやっぱり狭心症、まあ急性心筋梗塞だろうと。ただ、ちょっと造影剤を入れて、どの部分がどのぐらい
詰まってるかっていうのを確認したいっていうことで、まあおそらくそのままオペになるよと、そういう話だったんです。でこの太ももからカテーテルを入れるっていうことで、先ほどお見せした画像ですよね、あれを撮りたいということで、まあ結構時間がかかったんで、いろんな検査をエコーをやったりで、そしてオペ室に入って、てっきり私はその麻酔をしてやるんだろうと思ったんですけど、麻酔はないですね。全然もうまさにこの状態でオペを受けるっていう感じだったんです。まあこの太ももの付け根から入れるので、この部分はもちろん麻酔はやりますよ。ただそれ以外はもう何もないです。痛みも別にないんですけど、まあおそらくここからこうガーッと入れて、でその心臓にまで来て、カテテルが来て、で造影剤を入れました。そしたらやっぱり先生がですね、もうすぐにこれはまずいと、でその一番まずい部分にプラークが溜まってるので、このまますぐオペになるから、で先生がその今からその血管の壁を削ると、削ってそのプラークを取り出すっていう話になったんです。私はそんなのを聞いてもですね、一瞬で何で削るんだろうと思って、ローターブレーターとは違うらしいんですけど、なんかでもローターブレーターのかな、診断書なんかローターブレーターって書いてあったような、気がするんですけど、まあいずれにしてもその取り出したやつがこれです。こちらご覧ください。これが血管の壁に、ついてたんですね。これそのシャーレに入ってるんですけど、私ももちろんこれはね、目の前で見せていただいて写真を写させてもらったんですけど、これを取り除いて、要は私の場合通常はなんか膨らましてステントを入れるらしいんですけど、私の場合はもうそういうレベルではないということで、もう壁を削って、でこのプラークを取り出してと。まあ長かったですね。オペ室入ってから出てくるまで4時間半ぐらいはかかってましたね。もう夜中近くなってたので、夕方入って夜中になってたので、夜中というかもう夜ですよね、もう結構深夜になってたので。いやまあでもすごいなと思いました。この血管の壁を削るっていう作業は、我々がこの外で何かを削るって言って、本当に慎重にこうやってドリルで削るわけです。それをどうやってるのか分かんないですけど、まあおかげで生き返りました。本当にあの時、まあ翌日先生がすぐ朝一番で会心に来ていただいて、よかったねと。これもうちょっと遅かったら、でそのうちの病院で具合が悪くならなかったら、もう今頃死んでたかもしれないねと。そのぐらいまずかったんだよっていう話だったんです。いやもう恐ろしいとしか言えないですね。まあ先生も言ってましたけど、脳疾患と心臓疾患は待ったなしでやってくると、あっという間にその人の命を奪い取ってしまうと、恐ろしいんだよっていうことを言ってました。まさにその通りだと思います。私の場合ももうワンテンポ遅かったら、もうこうやって YouTube をやってるっていうことももうできませんでしたし、ドラムの動画アップすると、こんなね、面白いことを、まあ、永久にできないわけですから。なのでもし体に不具合を感じたら、すぐに病院に行っていただきたいと本当に強く思います。私のやっぱりその年代は多いらしいです。一瞬にして命がなくなってしまうわけですから、本当恐ろしいなと、そう思います。まあうちのお袋も急性くも膜下出血でしたから、お風呂入ってる時に要は血管が破裂してそのままですからね、無念だったと思います。私も多分 あそこでもう絶命してたら、無念ですね。やり残してることがいっぱい
ありましたので、今はもちろん今もそうです。今はもう死ぬわけにはいかないので、まだやることがいっぱいありますから。なのでもう私は細心の注意を払っています。あと、まあこれは余談ですけども、その後の食事管理は相当意識してます。揚げ物は一切口にしないようにしてます。とんかつとかフライ関係です。かなり気を使ってます。もちろんそのサラダも、今までサラダなんかほとんど食べなかったんですけど、それも食べるようになりましたし、かなり神経使って、やっぱり食事って大切だと思います。おかげで体重も減りましたし、血液検査は2ヶ月もしくは3ヶ月に1回必ず、その、まあ、今、まあ、通院してるので必ずその都度血液検査やって数値の値をこうチェックしてるんですけど、ということで皆さんも十分お体にはお気をつけくださいませ。以上です。